さて、それではね、引き続きやっていきたいと思います。まあ、前回は、あれですね、まあ、元高村さんの勢力を滅ぼして、まあ、町長から城を、ちょこちょこいただきましたっていう感じになってますね。で、ここからなんですけど、まあ、とりあえず、あれですね、この高村土滅ぼすところからやろうかなと思うんですが、ちょっとね、情報がわからん感じになってるので、とりあえず、情報を出しましょう。はい。で、高村土は切るとして、高村土関係の人がまあいるんであればと思ったんですが、ここら辺が高村土の子ってなってるんで、こいつは切った方が良さそうですね。まあ、ここら辺、あれですね、高村公かな。この3人が、なんていうんですかね、まあ、親類縁者になるんで、この一族だけは、いる形でいこうかなと思います。よし。というわけで、出陣させましょうか。どれぐらいや、まあ、これぐらい差があれば普通に倒せそうな気もしますね、コンピューターに任せても。まあ、いけ。まあ、いけるでしょう。こっちはね、ジョエもいるし、閣下もいるし、まあ、なんとかなるでしょう。というわけで、頑張ってきてもらいましょう。はい、行きまして。はい、勝ちました。提案いたす。で、捕らえたんで、この3人は、処断していきましょう。恨み続けてやる。他の2人は、まとめされるのであれば、そうですね、投与していきましょう。これでジョエとか閣下を前線に持ってこれるんで、これは結構でかいですね。適当にあとは義族にでも任せて、あとは下の方をですね、攻略していきましょうか。で、もともと考えてたような感じで、高陵からね、一旦ここの樹春に兵を出して、董卓様がね、援軍っていう形で出て、で、ここら辺、まあ、援軍で寄ってきた部隊とかを、まあ、できたら一気にね、一網打尽にしたいところではあるんですが、まあ、そこら辺はうまくいくかはちょっと運次第なんでね。で、もしもね、ここの序乱の兵力を削ることができたら、こっちのね、縁とか巨匠からも兵を出して、ここら辺の城を取りに行くっていうね、序乱を。っていうふうに考えてます。というわけで、とりあえず、次はね、攻力から兵を出していきましょう。ちょっとね、前の戦でね、こっちのね、末領に人を連れてきすぎてる感があるんですが、バウン力を投与したんで、まあ、それでなんとかチャラに、チャラになるかな、みたいな、なってほしいな、みたいな、そんな感じではありますね。あんまりちょっと武将連れて行っても仕方がないのか。ここって、そうですね。前線、ここ、樹春を取ると前線ではなくなるので、まあ、ほとんど連れてっても大丈夫そうですね。ただ、6000、バウン力もね、もうちょい、高いくらいで、投与したかったんですけど、そこら辺はミスった感が若干ありますが、まあまあ、そこら辺はね、言うても仕方がないでしょう。じゃあ、まあ、連れていけるだけ連れていって、こんな感じでね、あとは援軍を董卓様にお願いして、出陣しますか。ちょっとあんまり良くないスタイルというか形の気がしてますね。真ん中のところに寄ってて、矢倉とかが避けれないんですよね。まあ、とりあえずやっていきましょう。というわけでいただきました。いやー、董卓様の車がかりが決まりまして、5部隊ぐらい一気にね、殲滅できたんで、割と簡単に勝てましたね。そしてね、劉備が、なんとね、長長軍に登用されてていたんでね、劉備をね、ここでね、処断することができると。はい。劉備を処断していきましょう。これで、あれですね、雌雄一対のね、剣をいただきました。あとは投与できるんであればいいんですが、はい、投与できないのであれば、処断していきましょう。ここまで。中隊ね、処断していくのもったいないけど、致し方ないでしょう。それでは、表情に戻ってきたんで、残りを使って攻めていくんですが、これね、どっちから行っても一緒ですね。こっちの六甲から行っても、こっちの波陽から行っても、まあ、大差がない。差がないが、どうしよう。まあ、
早うから行くか。早う行って、で、いや、六甲から行きます。いや、変わんないですね。変わんないんで、まあ、もうどっちでもいいんで行きましょう。ただ、トモタク様は出陣するんで、ちょっと登用できる人は登用したいところではある。五の在野武将がかなり強いですね。登用したいが、ここら辺に太子寺置いていきましょうか。なんで、太子寺で登用していきましょう。なるべく品管、この人文官やから別にそんなに品管高くなくてもいいけど、低すぎると初期の忠誠が低い気がするんで、まあ、8品管ぐらいで登用していきましょう。あともう一人ぐらい登用できるんやったら登用していきたいところで、芝居がいる。落葉に芝居がいるぞ。これは、ただ、もう一人置いていくとちょっとさすがにきついな。まあ、芝居は誰か登用してくれるやろう。まあ、落葉やしね。落葉やし、まあまあ、移動することもそんなにね、大きくはないと思うんで、置いておきましょうか。では、最後にね、出陣していきましょう。まあ、どっちでもいいんで、早う行きますか。いや、こっちの六甲の方がちょっと人多いから、六甲行って早う行きましょうか。それで行きましょう。で、まあ、早うから援軍がどれほどのもんか分かんないですけどね。まあ、それもぶっ潰していきましょう。まあ、トウタク様がいればね、大体のことはね、問題が解決するんで、出陣していきましょう。編成はこんなもんかな。いや、これは、こうかな。三部隊、三部隊いりゃ十分っちゃ十分なのか。ちょっと増やす。もう一体。角か、理樹。あ、角と理樹。これ一応、女性だけ、あれですね。ちょっと別で作りましょうか。女性だけ別で、またちょっと作って、これで OK。かな。女性は歩兵ですね。歩兵で行きましょう。か。で、いっかな。まあ、これだけいりゃ十分でしょ。まあ、相手7000なんでね。まあ、なんか一部隊。あ、ここら辺で理樹置いていきましょうか。理樹置いてって、これで行きましょう。これで、なんとかなるでしょう。まあ、トウタク様だけでもね、十分っちゃ十分なんですが、まあ、そうするとね、武将の移動とかもあるんで、こんな感じでいきますか。一応、勝者だけ持たしておきましょうか。使うんかって感じですけどね。で、援軍が呼べないですよね。なので、戦場確認。まあ、ちょっと5のエリアになってくると、ちょっと川が多いので、なかなかちょっと微妙な感もなくもないが、まあまあいけるでしょう。やっちゃいましょう。出るぞ。完膚なきまでに叩き取るぜ。立て直します。というわけでね、トウタクの一撃で倒すことができちゃいました。いや、マジでトウタク様だけでよかった説がね、出てきますね。東洋は応じてくれない。では処断していきましょう。時が惜しかろう。でもな、結構武将いたけど捕らえられた一人だけっていうのが、まあ、ちょっとなんか、っていう感じではありますが、これで今回できる表情でできる合戦は全てやったんで、次のね、季節の表情までゆっくりしていきましょう。おのおの励め。というわけで、次の表情までね、やってきました。ちょっとね、戦略ポイント使ってるのは、武将の移動とかをね、させまして、上位が、まあ、巨匠にやってきてたりとか、まあ、あとはね、ここの露光に兵集めたりとか、兵というか人を集めたりとかね、まあ、もろもろちょこちょこね、したりした感じになっております。まあ、あとは大きいところは、北海から、勝敗にね、助衛を連れてきたぐらいかな。で、ここから、まあ、巨星ですね、巨星を攻撃する、まあ、前準備みたいな形でね、武将を集めてきた感じになってます。まあ、これ、いけるんかな？円とかから兵を出して、まあ、でも上衛とか結構ね、兵数いっぱい連れていける武将がいないと、まあ、なかなかね、合戦がグダグダになるんで、まあ、ちょっと次行くか、もしくはもう、今回、ハヨですね、ハヨ行って蝶々を倒して、次の表情で行くか、みたいな、感じになりそうですね。次の次かな。
トータクが行くんやったら、こっちの上映で行くんやったら次ぐらいで行けそうな感じはありますね。というわけで、まあもう町長とりあえず滅ぼしに行きましょうか。うん。でもうそろそろね、まあ天誅を下さないといけないところはほぼほぼね回り終わるところなんですけど、悪名がねまだ言うて3700とかなんですよね。なかなかね悪名結構意識して上げてるつもりなんですけど全然上がらなくて、もうむしろ合戦してるから武名の方がね5000いっちゃってるみたいな、まあそんな感じになってるんですよね。なのでちょっと悪名5000まで行くのはちょっと諦めようかなっていう感じですね。まあとりあえずもう東卓様に歯向かった奴らを、に天誅をね下してから、終わりとしたいと思います。というわけで、蝶々ですねやりに行きましょう。というわけで、どこから、パイオに向けて、A を編成していくんですが、3部隊。3部隊ではいけるか。まあ、同じぐらい。あ、で、これって、え?これ、兵、足りてない?そんなことない?あ、いや、これは、そうですね。いや、これでいい感じかな。うん。まあ、あとは一応、勝者だけ軽くくっつけておけば、いいかな。3部隊。まあ、本当はもう1部隊連れて行きたいが、連れて行っても、まあ、結局、連携で取れるってなったら、まあ、2、3、まあ、3人はほぼ無理なんで、まあ、2人いりゃ十分かな。まあ、一応あんまり頼りにはしてないですけど、援軍も呼んでおきましょう。一応、長長軍はここの流氷から援軍が来る可能性はまあありますけど、まあ来てもっていう感じですね。別に倒す必要もないんで、もうパパッとね、やっちゃおうかなと思います。援軍に。はい。これ一応まあ入れておいていきましょうか。戦場は、割と普通なんかな。右と左から行くパターン。スナッチが結構多そうですね。なるほど。それではやっていきましょう。出るぞ!それではやっていきましょうか。まあ、とりあえず部隊は、こっちの右側に全部集めて、速攻取りに行きましょうか。右側の方が、ここの矢倉が一つだけなんで、多分越えやすいと思うんでね。それで行きましょう。あとは策略は、これでいいかな。まあ、どうせ使えてもね、1個なんでね、4個とか装着できても、まあ、それに速攻終わらせるつもりなんで、まあ、そんなに影響はないでしょう。それでは行きましょう。合戦というか、まあ、接触はとりあえずしたんですが、まあまあ、これ、まあ、蝶々1万5000いるけどね、まあ、トータク様に比べるとみたいなところはありますね。もうこれぐらいになってくると、もし殴るだけでもだいぶダメージ出せそうな感じはありますね。まあ、とりあえず、いい感じに一直線に並んでるんで、ここ、家計が決まるか。家計が決まるんであれば、家計をやった方がいいんで、劣化していきましょう。はい。これで主観は吹き飛びます。ドカーン。いや、でも死んでない。マジか。これでは、町長も殴っていきましょうか。あの、一部隊ここにいましたが、こいつとかも、トータクで一発殴れば終わりみたいな。まあ、そんなレベルなんで、あとはなんとかなるでしょう。まあ、蝶々もこれ殴って終わりですね。これでは、やっちゃいましょうか。敵も援軍が来てるっぽいんですが、全然現れる気配もないんでね。まあ、叩いていきましょうか。まあ、理事とかも来てるんですが、全然、主戦場にやってこれるほどの余裕はないみたいな感じになっております。それではね、一発殴って終わらせましょう。ただちょっと、まあ、いっか。ダメでも。核が殴ったらなんとかなるでしょう。はい。というわけで、町長の最後の城をゲットしました。どうなるか。というわけでね、町長くんは残念ですが、処断していきましょうか。はい。東卓に歯向かったらね、どうなるか教えてやりましょう。で、まあ、残りの人もね、まあ、東卓のために働いてくれるのであれば、OK ですね。10人結構、働いてくれるね、君たち。物分かりいいね。ただ、まあ、なかなかちょっとみんな強情ですね。仕方ない。処断しましょう。早まるな。交渉を。はい。というわけで、また次の、あれですね、表情になりそうですね。うむ。それでは次の表情やってきたんで、まあ、合戦やっていって、とりあえず、巨星軍ですね。に天誅を加えて、まあ、それでね、
終了にしたいと思います。で、前のタイミングでこのね、巨匠にジョエとかをね連れてきてるんで、まあ、それを使ってここのジョナンを取って、まあ最後のここの章だけトータク様がね取りに行くような感じで行こうかなと思います。まあ、仮にジョナンここら辺の舞台使って取れなかったら、その時はその時で、まあトータク様でね全てを蹂躙するみたいな、まあそんな感じになると思います。というわけで出陣させていきましょうか。東章からこのジョナンに向けて兵を連れていくんですが、参謀が閣下にした方がいいですね。で、これならまあまあいい感じかな。じゃあ、あとは、円と、ここの受信にね、援軍の要請をしまして、全部でまあ9万ぐらいかな。まあ、とはいえ、相手も援軍があるんで、相手と同じぐらい兵がね、出てくるとは思うんですけど、まあ、基本的には相手の、本体ですね、を倒して、ジョナン取るような感じでね、行こうかなと思います。それでは、行きますか。軍議を始める。軍議ですね。まあ、とはいえ、あんまりすることはなさそうなんですけどね。とりあえず舞台をまあ適当に配置して、一番最初のところののろし台ですね、ここを潰して、まあ右から行くか左から行くかみたいな、まあそんな感じになりそうですね。いや、まあ援軍が来るまでに敵を倒しきるっていうのはなかなか難しそうな地形ですが、まあまあなるべくね気張っていきましょうか。敵の援軍は4日後に来ますと。で、自分の援軍が、円から3万8000、その後1万6000か、転移ちょっと少ないな、あそこもうちょっと武将、それで、置いといた方が良かったかもしれないですね。それでは合戦していきましょう。さて、とりあえずね、着いたんですけど、城のところまで、なんと今11日になってます。ここにね、敵がいたんもあるんですけど、まあ、ちょっとここね、アクロすぎて、なかなかね、馬が、すんなり進めないっていうか、まあ、馬だけじゃないんですけど、進めなくて、それがかなりね、影響を及ぼしてる感じになってますね。まあ、とりあえず、ギアを使って相手の兵力を削っていきたいですね。上映がだいぶ兵削られちゃって、5000ぐらいも削られちゃってるんで、それが非常に辛い感じがある。そしてここ道が狭すぎてね、果たしてうまいことここで戦闘ができるんかっていうね、そこが非常に微妙というか大丈夫かなっていうところではありますね。しかも入っても中入ってくるから、家計が使えなくなるから、家計が使えなくなるとさらにきつくなる。いざ勇敢、いけるかな。とりあえず策略使ってみる。ただま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 だね、敵が来そうやから一旦ここら辺で、いやでもジョエやっぱ強いですね。はい、突撃がめっちゃダメージ入っていく。そして完全に突っかえてる。汽車はギリ届くか。いや、汽車で行きますか。いやー大丈夫か。おっと、こう中王中強すぎる。これはやばいぞ。さすがにこんだけ兵集まってきたんで、あ、策略はあれか、本体じゃないと、本体というか、あーマジか、全員強行になってる。これは最悪。いける。まあ上映が、まあ、繊維下げられるぐらいはまだまだまだマシですが、いやー辛いな、これは。前に出れないのが辛い。さて、上映が4000まで削られちゃったな。これはだいぶ見込みが薄くなってきたぞ。とりあえず一旦この策略だけはもったいないんで打ちましょうか。これで移動ができないのがね辛すぎる。一応投石あるから使っていくけど、ダメージがしょっぱすぎる。なんとかバウン力を前に持ってこれたが、これで突撃がうまいこと入ってくれれば、うまいことね、相手がなんていうんですかね、ここに
本体並んでくれてるんで、まあ、これが非常に助かるところではあるんですが、あるんですがって感じですね。うまくいくのかな。落石これ決まればかなりでかいんちゃうか。この一撃はすごい、これはだいぶいい感じですね。ここの敵の本体をなんとかして倒しましょうか。いやいや、もうグダグダすぎる。はい、ようやくね、ちょっとめちゃくちゃグダったんですけど、まあ、ちょうどね相手が来てくれたというか、まあ、うまいことハマってなんとか削り切れましたが、これは非常にグダった。今19日なんで最悪時間切れとかで負けてたかもしれないですね。まあめちゃくちゃグダりましたが、ジョナンをいただきましたと。はい、まあ、とりあえず投与試してみて、無理であれば処断していきます。常に覚悟はできていた。はい、それじゃあまああれですね、あの表情のところに戻って、次はトータクの移動ですねをやっていくんですが、まあ、とりあえず出地に対処やってもらいながら、まあ、最後のショーですよね、ショーを取りに行きましょう。で、深夜、まあ、ここの章はね、もう相手の援軍も来ないんで、まあ、そんなになんか気にする必要はないかなっていう感じですね。で、とりあえず、トータクは巨匠に移動しましょうか。それが良さそう。で、巨匠に兵があんまりいないんで、まあ、とはいえ、ここの早尾からあんまりめちゃくちゃ連れていくのも良くないんで、常用から2万ぐらい巨匠に兵を持って行って、で、その後移動しましょうか。巨匠に。ああ、普通に早尾から持ってってもいいような気もするけどね。道路もまああった方がいいんで、こんな感じで行きましょう。確かで、これで巨匠に2万5000。まあ、トータクが出陣するときって大体3部隊とかでも5万ぐらいのオーダーなんで、ペースが。この末領、まあ、でも、次のタイミングでね、他の武将が勝手に移動させたりするんで、まあ、なんとも今やってもっていう感じが若干なくもないんですけど、とりあえず、末領と早尾から1万ずつぐらいか。まあ、早尾1万、そうですね、1万ずつぐらいちょっと送りましょうか。1万ずつ送って、その後移動しましょう。で、末領から巨匠に兵を1万。まあ、これぐらいで行きましょう。で、早尾から巨匠に1万送れば、まあとりあえず一旦は大丈夫かなっていう感じかな。これでいけるんで、あとは残りは、移動で早尾から移動します。まあ東卓のいつものあれですね、合戦に参加してるやつらを連れていく感じになるんで、まあ、こんなもんかな。まあ、これでいいでしょう。後に残るやつらはもう中性それなりに高いやついるんで、まあなんとかなるでしょう。それではこのまま巨匠に向かって、次の表情でね、長を攻めていきたいと思います。いいか。それでは最後の合戦やっていきますか。まあ、とは言ってもね、ここ、もうあと、長しかなくて、周りから援軍もね、全くないので、まあ、普通にこれコンピューターに任せてで終わらせれそうなんで、もうそうしちゃおうかなと思います。で、一応ね、合戦が終わった後ですね、に表情画面になってる方がまあまあいいかなということで、勝敗からね、一応出陣させて、で、まあ、トータク様はね、援軍っていう形で行こうかなと思います。というわけで、一応援軍を要請して、で、これで行きますか。全部で12万対、まあ、5万ぐらいなんでね、まあまあ余裕ですね。はい、それでは、上皇さんに頑張ってもらって、はい、勝利しました。というわけで、長をね、支配しました。で、まあ、虚勢自体がね、反抗してきたわけじゃないですけど、まあ、前の君主がね、まあ、東卓様にね、歯向かってきたということで、彼には申し訳ないんですけど、はい、処断していきましょう。
で、残りもまあ、東洋に応じるのであればっていうところですね。5人、5人。まあ、大体半々ぐらいですね、いつも。じゃあ、残りの、武将たちは、登壇していきましょう。はい。これで巨星軍の勢力は歴史からその名を消したという感じになっておりますと。で、巨匠じゃない。小教が地味に誰かに登用されてますね。まあ、小教でもまあ、誰でもいいけどね。確かはい。というわけで、第1回目のね、半島田連合に参加した勢力はすべてね、天柱を加えることができました。まあ、2回目にね、参加してきてた勢力とかも、まあ、倒そうかと思ったんですけど、まあ、ちょっと長くなりすぎるっていうのとね、まあ、それしてると天下統一しちゃうっていうのもね、あるんで、一旦ここら辺でね、終わりにしたいと思います。じゃあね、まあ、ちょっと悪名5000までいけなかったのが非常に心残りではあるんですが、まあ、シリーズもね、ここでね、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。